マサは、新末民発の軍人、外交官。字は、馬郎、合郎。満州制発旗人。真の最末期に、陸軍大臣を務めた人物である。また、北京政府でも、参謀総長となった。当初は、国古官の学生であった。1872年、北京道文館に設けられた、特文館に入学する。1877年4月、 ベルリンの講師館で三等翻訳官を務める。1884年、ドイツの軍事学校に入学して、軍事技術を習得した。同年12月、聖長に派遣されていたドイツ商館の翻訳に任命された。翌年6月、マサは、天津武備学堂翻訳に任命され、後に武備学堂監督、法弁、総弁と昇進した。1899年冬。 ドイツとの三島省における鉄道、鉱山の交渉を担当し、三島路交渉堤に調印した。1900年3月、三島助山軍部に移動する。翌年3月には、聖八旗官軍副都党に任じられた。同年7月、マサは中ドイツ金佐大臣に任じられた。8月には中オランダ金佐大臣も兼ねている。1905年に帰国して、 陸軍部未起次郎に任じられ、広北帝督も兼ねた。また、幾株と学童総弁にも任ぜられている。1908年9月、中ドイツ金差大臣に再任されている。1910年3月、陸軍部将署,署に任じられたため、帰国した。同年9月、マサは訓練近畿陸軍革新大臣を兼任し、12月には陸軍大臣に任命された。 翌1911年5月には、吉地下王、駅教の内閣で、陸軍大臣に任じられ、7月、筆特院顧問大臣も兼ねている。侵害革命が勃発すると、マサは、革命派の鎮圧を図った。しかし、遠征外が内閣を組織すると、その政敵であった、マサは、辞任に追い込まれた。中華民国が成立すると、マサは、 北京政府外交部の高等外交顧問として、昇聘された。1912年12月25日、陸軍上昇を授与され、さらに総統府軍事署所長となる。1914年5月9日、総統府自重部官庁県陸海軍大元水、統率弁事所弁事院に任せられ、同月26日、賛成院賛成も兼任している。 1917年12月1日、マサは、王子陳の公認として、参謀総長に任命された。1919年1月11日には、中華民国大総統、女性省から A サムライ部官庁に任ぜられている。1923年10月14日、小異常賞組を授与された。1928年、病没、去年70、ありがとうございます。